桜木町。桜木町は、埼玉県埼玉市大宮区の町名。現行行政地名は、桜木町1丁目から桜木町4丁目。郵便番号は330-0854。大宮駅、西口一帯の地域であり、1丁目から4丁目で構成され、大宮駅前が1丁目、北へ2丁目、3丁目が続き、国道17号の西が4丁目となる。 大宮駅西口の南側、三橋中央通、駅前の大通りを軸にした、国道17号までにかけての一帯である。新幹線開業に合わせて、大宮駅西口、大宮駅西口台に土地区画整理事業が行われ、そご大宮店、大宮スカイビル、大宮ソニックシティや、武蔵野銀行本店、C の大宮などが立地する業務、商業エリアとなった。 南側の中央区よりでは、大宮駅西口第4都地区画整理事業が実施されており、駅前という立地から予備校や専門学校なども集中する。大宮駅西口の北側から国道17号にかけての一帯であり、埼玉県道2号埼玉春日部線、旧国道16号が東西に走る。駅前から県道までの区域が、大宮駅西口地区に指定され、 区画整理された。丸いなどが入るショッピングセンター、ドム、ドンや、アルシェガールタは、銀行や飲食店の入る、小規模の雑居ビルが林立している、目立つジャッキ、大宮ビルは、西木町にところ、駅前や国道17号、県道の沿道は、商店やビルが立ち並ぶが、通りから少し入ると、古い住宅地になる。県道2号の南側の埼玉県道121号、 大宮停車場、大成線周辺は、市の町づくりで、大宮駅西口第三地区とされており、区画整理も検討されていたが、地元の合意形成が得られず、進まなかった。2010年代に入り、地元主導による高層集合住宅を中心とした再開発の計画が進められている。県道2号の北に、駅からやや離れて、日本郵政住宅もある。 JR 大宮総合車両センター、旧国鉄大宮工場正門に隣接する地域であり、昔から鉄道工場労働者や鉄道関係者が多数居住する地域でもある。国鉄住宅跡地の市営桜木駐車場があり、将来のちづくり用地とされている。地区の大半は低層の住宅街であるが、マンションタイプに集約された JR 東日本の 社宅や独身寮もある。国道17号の西側一帯であり、大鳥沼川が中央を南北に流れる地域である。川沿いは最近まで田んぼがあったが、駐車場に転換されつつある。水害の常習地帯であり、1998年、平成10年9月16日の台風5号で、一水し、四丁目一帯が冠水して、激甚災害に指定された。 その後2006年、水害対策のため地区の南部に桜木調節地が建設され、一定効果を発揮したが、現在でも台風の土に増水し、新たに稼働拡幅の工事が行われている。埼玉市立桜木小学校や桜木中学校があり、小学校は国道17号反対側の駅近くにあったものが区画整理に伴い移転したものである。 国道と三橋中央通りの交差点にアルズビルがある。商業地の地価は2015年平成27年1月1日の工事地価によれば桜木町1丁目8番1の地点で233万円マイメートルとなっている。住宅地の地価は2014年平成26年7月1日の埼玉県の地価調査によれば 桜木町4丁目824番6の地点で27万5千円枚メートルとなっている。かつては、のどかな場所であり、桜木町という町名はなく、東の大宮町、西の三橋村、南の与野町、北の日新村の境が集中する地区であった。1894年、明治27年、日本国有鉄道、当時は、日本鉄道、現在は、 JR 大宮工場、現、JR 東日本大宮総合車両センターなど、が、大宮駅北側に隣接して開業したことから、工場正門に面する線路西側、現在の桜木町には、工員や関係者、鉄道職員が暮らすようになる。駅に近い現在の桜木町1丁目、大宮工場にほど近い桜木町3丁目から、大成町にかけては、職員感謝。 社宅に、外、独身寮、大宮鉄道病院、1980年前半に、廃止などの構成施設を建設し、国鉄の企業城下町となった。1940年、昭和15年に、大宮町、三橋村、日清村が合併し、大宮市となった。地区の一体化が進んだことから、かつて自生していた桜により、新町名、桜木町となった。 第二次世界大戦後、混乱に紛れて、不法占拠していた途端並み板武器の家屋、いわゆるバラック街から生まれた、小規模な商店街や飲食店街は形成されたが、駅ビル建設や高島屋等の大型店が出店した、東口の賑わいには遠く及ばず、もっぱら朝晩の通勤通学利用に使われた、地元では西口を、ドブ板通りと呼んでいた。1967年、 昭和42年に埼玉県大宮商工会館、現在のソニックシティ前の加熱化公園にあった地上7階のビルが完成して、西口のシンボルとなったが、駅前広場は手狭なままで、バスは商工会館裏側にあったバスターミナルまで歩くことを余儀なくされていた。旧地名は大和大宮座小塚など、また西口には朝日町、 中古町という町名も存在したが、現在は桜木町に編入されている。2017年、平成29年9月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域が大宮駅前であるため数多くの商業施設が立地する。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。